エキりリ店で売られている冷凍みかんの例冷凍みかんはみかんを凍らせた食品である。学校給食のデザートとしても馴染みが深いほか、スーパーマーケットや駅売店などでは冷蔵として売られている。みかんをそのまま凍らせると乾燥してパサパサしてしまうため、急冷と水付けを繰り返して外に氷の膜を作り乾燥を防ぐ工夫をしている。この膜によって みかんの水分が外に出てしまうことを防ぎ、パサパサしない、美味しい冷凍みかんができる。低温で食べるために甘みをあまり感じられないことから、甘みの強いみかんを利用している。冷凍みかんに限らず、みかんは低温で保存することにより甘みが増す。すぐに食べない場合、冷凍みかんは、ビニール袋に入れたりラップに包んだりして冷凍後に、入れておくと、美味しいまま保存できる。 1970年代にはお腹を急速に冷やすため胃腸の弱いものは腹板を起こしやすいとされていたが一説には単に冷凍技術が未熟であったためもしくは売店などでの販売段階において一度解凍されたものを再び冷凍していたためともされている洗ったみかんを冷凍庫へ入れ凍らせるだけで良いさらに一度凍らせたみかんを再び水にくぐらせてから冷凍庫で凍らせると 冷凍みかん特有の氷の膜を作ることができる。ただし、家庭用冷凍庫で作った冷凍みかんは温度管理や水分管理が不十分となってしまう場合があり、市販の冷凍みかんと比べると味が落ちるとされている。もともと夏場にはぬくくなってしまうため、冬から春頃にしか販売されていなかったみかんを通年販売できる商品にしようという考えから発案され、 太陽漁業と鉄道交際会の共同開発で製造された。収穫したみかんをそのまま夏まで冷凍することにし、1955年から小田原駅のキヨスクで販売するようになったのが始まりである。昭和30年代から40年代が出荷のピークとなり、学校給食の人気デザートとしての立場を不動のものとした。一方で、 アイスクリームなど他の食品との競合や車両への冷房装置搭載が進んだこともあり店舗での売り上げは減少した2006年にはこの冷凍みかんを題材とした楽曲冷凍みかんが GTP によって歌われたこの楽曲が静岡県では静岡 FM 放送のヘビーローテーションでオンエアされて県内では大ヒットし 日本全国でもこの楽曲が流れる機会が多かった。これに連動して、食べ物としての冷凍みかんの売り上げも急増し、2005年の売り上げが90万個であったのに対し、翌年には倍以上になった。スーパーマーケットの冷凍みかん売り場でも、この楽曲を流していたところがある。2010年には、消費者からの要望で冷凍みかんの皮を剥いた、無缶が8チャンドより発売された。 無ンという名前の面白さや手軽さで話題を呼び、ここ数年で売店から大手コンビニに販路を拡大した。J リーグ、清水エスパルスマスコットのパルちゃんが日本平スタジアムでの試合開始前に行う、パルちゃん賞の演目の一つに冷凍みかんを題材にしたものがある。落語には、真夏に季節外れのみかんを求める染料みかんという演目がある。ありがとうございます。